どうもエルザです。キラーを使わなくても特徴と対策がわかるブログ&動画、ということでやっていくよ。キラー苦手な人も初心者の方も、これ見てキラーを知ってもらえると嬉しいです。さて、今回紹介するキラー派というと、山岡凛の先祖こと、鬼、を解説していくよ。ゆっくりしていってね。鬼のモデル派特になく、オリジナルキャラクターとなっている。そのため、設定が凝っているのも印象的なキラー。鬼というだけあって、金棒を持たせたり赤かったり体が大きかったりと日本の鬼そのものとなっており、かなり完成度が高いです。そんな鬼ですが、背景も作り込まれているので、一部紹介します。山岡火山派その加盟に敬意を示すだけでは満足しなかった。父の名声を超えたかった彼派、侍になりすます農民たちのせいで侍文化が廃れていくのを目の当たりにし、なんとかそれを止めたいと考えていた。父親派彼の意識を貴族として生きることに向けようとしたが、火山派それを拒み、父の刀を借り受けて闇の巡行を行うようになった。自らの価値を証明するため、そして日本から偽侍を排除するために、数々の偽侍を倒した火山派歪んだ名誉を得ていく。これがきっかけとなり、僧侶たちには異世界から来た何かに取り憑かれていると思われたり、漁師派彼のことを憤怒の侍、鬼の山岡、と呼び始め、一族を侮辱するようになった。そのこともあり火山派名誉を取り戻すため、侮辱したものを片っ端から片付けていく。そしてついに、領主の町にたどり着いた。だが目の前に一人の侍が立つ、容赦なく倒すことに成功した火山だが倒れたものを確認して、父だと気づく。自分の死と愚かさに父を失ったのだ。苦痛と喪失感、そして幻滅。火山派その血を当てもなくさまよった。しばらくの間、途方に暮れ父の声が頭に響く。それと同時に、鬼の山岡、という領主の言葉を思い出す。そして怒りを再燃させた。領主の元に向かい、彼を始末することができた。だがそれでは済まなかった。領主を慕っていた農民が数十人と待ち構えていたのだ。最初の襲撃は免れたものの、さすがの火山も大人数にはかなわなかった。暴徒化した農民たちは火山を小さな石臼の中に引きずり入れて拷問を続け、最後には放置して、ゆっくりと苦痛に満ちた死を与えた。彼らが戻ると、石臼は奇妙な黒い霧で満たされ、火山の体と金棒はどこにも見当たらなかった。それは、町に出没する、憤怒する鬼の闇伝説の始まりだった。怒りの相手だった偽侍を倒し続け、最終的には自分が偽侍として農民に倒されるという末路、その悪行から鬼と言われるのもわかる、なかなかの暴れっぷりだったのがわかるね。鬼の基本能力派、移動速度派秒速 4.6 メートル、脅威範囲派32メートルで背が高い、血の玉吸収中派秒速 3.45 メートル、悪魔の突進派 7.82 メートルとなっている。特殊能力派、山岡の怒り、で能力解放型で、発動することで複数の能力が使える。発動のためには、サバイバーを負傷させ血の玉を集める必要がある。この血の玉派回復や窓越えなど動きによって多く出現するので、アクションをするのに気をつけないといけない。またサバイバーには見えないため、キラーからすると追跡のしやすさにつながる。血の玉を集めると次の能力が発動可能となる。一つ目は、血の怒りの発動。これにより悪魔の突進と、悪魔の一撃が発動可能となる。ただし、全身から赤いオーラ出ることによりサバイバーに見つかりやすくなります。また、雄たけびを上げるのでサバイバーにバレます。二つ目は悪魔の突進。アビリティボタン長押しで発動が可能。高速移動により動き回ることができる。ただし、急な旋回ができないためスピードを緩めたりする必要がある。三つ目は鬼の一撃。刀から金棒に代わりボタン長押しによって一撃の攻撃が可能となる。意外とためが長く旋回も可能なので有効範囲が広い。
届かないと油断してるとやられるので離れるのが大事。また板も一瞬で壊すことが可能。とにかく追いかけられたくないキラー。しかも血の玉によって追跡もできるので、なるべくダメージを受けたくないキラーだね。画像の通り20個のアドオンが用意されてる。ブログにも画像貼るから全部見たい人はそっちを見てね。特に注意をしたいアドオンがあるのだが、練り次郎の血まみれのコテ、裂けた船体の2つ。簡単に言うと、練り次郎の血まみれのコテ、は、血の吸収の度に、索敵ができる。裂けた船体、は、血の出血により山岡の怒りの回転アップ。とにかく血の玉に関わるアドオンが多い。練次郎の血まみれのコテ派、見えない血の玉に当たると血の吸収をするだけで索敵ができるので、回復などする際はみられてる可能性が高いと思っておきましょう。鬼の固有パーク派、残心の戦術、血の共鳴、天柱の3種類。残心の戦術、は、チェイス対策パークとなります。板や窓の位置が確認ができるパークなのですが、実はゲームを長く続けると配置が大体わかります。なので、マップやランダム構成される建物内の構造を把握できない人向けのパークだと思います。主に初心者とかですね。必須でつけるほどでもないので、他のパークがあればそれをつけるのもありです。血の共鳴、は、追加でバフパークですね。まさに、泣きっ面に蜂、ということわざがぴったりハマるパークです。というのも鬼は負傷をさせて出血をさせ続けるのが非常に重要です。血の回収につながりますからね。できるだけ多くのサバイバーを負傷させ長引かせたいという時に、このパークで追加のデバフを与えるのが非常に強力です。出血の効果はちょっとした気休めですが、一番は疲労の効果がかかるということは、出っ歯などによる強力なパークを防げるだよね。天柱、は、オブセッション変更パークです。使い除として吐いたやライトによるスタンを受けた時のみ発動ができる。そのため単体で使ってもそこまで強力ではない。天柱単体ではなく、もてあそばれる獲物、や、怨念、などと合わせると絶対最後は逃さないパークになります。もてあそばれる獲物はわざとスタンを食らえばトークンが溜まります。怨念は発電機が通電した時にサバイバーを無防備状態に持っていけます。最後に牙を剥く構成が向いていますので、単体ではなく他と組み合わせてみましょう。とにかく負傷を避けたいキラー。というのも特殊能力の発動条件が血の玉の回収となっているため、負傷さえしなければ楽に勝てるのだが、負傷者が多いとかなり厳しい。特に悪魔の突進を使い慣れているプレイヤーの場合、狭い場所でも普通に曲がってくるので注意が必要。悪魔の突進で近づいてくるようであれば、なるべく距離を離せるように移動するか、隠密で逃げ切るように気をつけよう。一撃持ちのためチェイスを仕掛けるのが一番危険な相手です。山岡の怒り中波、下手に救出や回復をしようとすると巻き添えを食らう可能性が高い相手。そのため、味方が二人倒れたとしても能力の解除である時間経過か担ぎをするまでは我慢。とにかく見つからずにタイミングを見るのが大事。血の玉について波、セルフケア中にも発生します。時間がかかればかかるほど大量に発生するためなるべく仲間に回復してもらう方がいい。また、一撃でやられるからと回復を放置しすぎると特殊能力の発動の手助けをしてしまうので、なるべく回復はしておき。いかがでしたでしょうか？鬼派扱いが難しい分、慣れてしまえば強いキラーです。悪魔の突進の要領さえ覚えれば何かと移動の短縮になりますし、何よりチェイスを短くすることもできるので、扱いきれるようになりたいキラーだよね。さて、ここまでいろいろ解説してきましたが、キラーの背景を知ってパークを見てみたり、特殊能力を見ると違う面白みがあると思います。一番は使ってみて実感するのがいいですが、キラーを使いたくないという人のために少しでも、
キラーのことを知ってもらえたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。